ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は DL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。まあ最初にね、ダーマ神殿で着いた時、まず間違いなくですね、転職はできないんですよ。今までのタイトル全部そうだよね。自分3やったことないんですけど、多分3はダーマ神殿あったのかな？わかんないけど。6は、まずこのダーマ神殿の幻の大地の方の問題を解決しなければいけなかったし、セブンは過去の世界の方の問題をクリアしないと転職できなかったし、で、そしてないんですよ。まあ見ての通りですよ。どうせできないんだろう。知ってる。知ってた。おじいちゃんメイドさんになりたいのか。大神官様が不在。なるほどね。もうこの時点でフラグが立ちましたね。大神官を見つけてきてくださいフラグがね。わかるわ。もう読めるわ。いやいや、どうもどうも。あれでもなんかこの明らかに格式の高そうな方でもフラグを立てられなかったね。どういうことだ。商売人を辞めるつもりで。おう、よろずや。まあ、ここら辺の買い物は裏でやっときますね。うん。別に頑張ってす。つける必要もなさそうだけど。一体何があったんでしょうか。うん。大神殿じゃない、大神官様はきっと予想だけど、囚われたと予想する。あ、この人はできたんだね。これ INN ですね。NO! ああ、そういうことか。大神官様探し、スタートしたいんだけど、多分フラグ立てないとダメなんだよね。あと話しかけてないのって言ったら、この人たちくらいだけど。お、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 あったあった。その者はまだこの神殿に留まっていたと思います。オッケー。大神官様と話したことがあるって言ってたのは、あの武闘家になった人かな？この人かな？うん。光る果実を知らないか？そう、大神官に差し入れたと。果物に目がないって聞いてたから、その後のことは知らないが、果実を持って酒場のメイドと、お、フラグが立ち始めてきた。いいぞ、順序系なんだね、今回はね。光る果実。お昼を食べに来た大神官様が持ってきた。デザートに食べるから皮を剥いてくれ。その光る果実は武道家に転職した人がくれた。うん、そうだね。話終わっちゃったじゃん。でも食べたんですね、どうやらね。多分その食べたせいで、大神官さんはいなくなっちゃったんだね。いなくなったのか、透明化したのか。果たして果たして。やあ、黒ギャル。店長。またリアルな感じだな。いいね、いいね。黒ギャルが少し助言くれたね。いいよね、ちゃんとこうやって道筋立ててくれるのは助かるね。そこはかつて転職の儀式が行われていたと言われると、今は魔物の巣になっている。お、
了解した。おお、お辞儀。東ね、ハーク。どうすれば登録できるんだろう。作戦？仕草登録。お辞儀、お辞儀。これだね、多分。OK、ある。さあ、行きましょう、じゃあ。フラグ立てが完了したので。早速、冒険の世界へ。やっぱりドラクエはこれだよな。フラグ立てて冒険して、敵を倒して、人を助け、新たな土地に冒険する。これですよね。ドラクエの醍醐味ですよ。東、一番東まで行くのか、それとも、この南にあるやつなのか、どっちかな。おー、かまいたち。やばい、思いっきり敵スルーしちゃってるけど。いずれ戦うことにはなるだろうと思っていたが。おー、スライムナイト。作戦が全員ガンガン行こうぜ、戦う。何？早いな。 B 倒せ、 B 倒せ、先 B 倒せ。すごいね、兜割りしてくるんだね。ヤンガスの技だってね、兜割りって確か。おお、素晴らしい。倒しきれ。よし、行こう。おお、経験値高え。おお、ザオラル。まさか。これっぽいですね。オッケーオッケー。え？すっごい獣の声するけど。こうかな。おお、開いた。すごいな。仕草に反応して開く扉とか。相当魔力こもってるよね。ドラケン9のいいところはエンカウント制じゃないってとこだよね。この、タッチスタイルだから、すごい助かる。かわそうと思えばかわせるからね。結構ドラクエの実況ってトヘロスゲーだと思ってたんですけど、今作はそうでもないんで助かりますね。自分のさじ加減だからね、ぶつかるぶつからないは。探索がとても進めやすくていい。左の画面見ながら進むとどうしても右画面がおろそかになるから、こういう風にね、ぶつかったりするんですよね。マージマタンゴか。ヒャダルコでピャッと終わらせてくれ。ワンパンはないか。先行も取られるか。ドルマ？知らない技だな。なんだなんだ。ま、攻撃魔法だったのかな？オッケーオッケー。メタルスライムをね、もう倒しちゃってるからね、もう無理ですよね。ここら辺でレベル上げようとは思わない。戦おうとは思わないよね。ふわ。おーおーおお。主人公様が荒ぶり申し上げる。荒ぶり立て祭り申し上げそろう。やめてやめて。あ、違う。こっちじゃないじゃん。一回降りて多分登った方が早い。下って、あ、違う違う違う、こっちだこっちだ。おお、メタルスライムの突進に。あ、メタルスライムじゃない、スライムナイト。どんだけ俺は倒したいんだ、メタルスライムが。あ、おお、55で倒すのに56は生きるのか。いいね、このホイミは勝ったね。無駄にダメージ受けなくて済んだ、助かった。おお、つぼつぼつぼ、壊せ壊せ。やったー。うわー、
その一個にはないと信じる。はい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 、人生の選択なのである。そうですね。おお、水が綺麗だな。おお、ありがとうございます。8ではメダル王女だったけど、今回はおじいちゃんなのかな、それともお姉ちゃんなのかな、どっちなんだろうね。あの宝箱は取ろうか。おお、強そうな魔法使いがいる。もうドラキーの金色バージョンも出てきたか、ついに。コマンド？お辞儀かな？おお。ひらめきジュエル。とりあえず宝箱は全部取っていきたいですね。鉄のコテ、これは装備だな。装備コテコテ、あ、もうついてる。器用さが下がっちゃうのか。まあでもいいかな。マタンゴが思った以上に邪魔で。オッケー。おっと、なんもないぞ。なんもないのか？この先は？壺がある。ドラキーマか。あー、嫌な予感がするな。ラリフォーマとかされたくないんで先に。いやー、マジか。あ、でも回復量そんなもんか。オッケーオッケー、一体倒した。祝福の杖、ベホイミと同じ効果だと思ってたけど、今作は違うのか。ナイス。応援か。先に E を放て。ナイス。オッケー。まあまあまあ。ゴールは大量にもらえるね。なんかあるんだろう。え、ないのかよ。今のはあるやつだろう、どう考えても。ちょっと裏切られた感が、これはどうしようもないね。戦うしかない。さまよう鎧かな。強そう、攻撃。うわ、強。ヒットポイントも結構ありそうですよね。 OK。うわ、一体でそんだけくれるのか、結構だな。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。おっと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 、危ねえ。なんかついた感じですね。終わりそう。あるか。ないね。 OK。 おお、ついた。転職を望みし者よ、心せよ、職業はその人間の未来を決める。うん、進むべきは来たか。魔法の聖水ない。ある。オッケー。お、ありがとうございます。さあ、じゃあ進みますか。なんか明らかにおかしいよな。だってこれ、あれでしょ。見えない道でしょ、俗に言う。お、大神官様。おお。明らかに暗黒な力だね、これはね。あー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 、もう戦闘フラグじゃん。もういいよ。
魔人ジャダーマ。はい、じゃあ今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。